女神たちのオンとオフ3。今回のトークゲストは漫画家笠井リーチさん。2008年アシスタントを経てプロデビュー。近代麻雀、倍付けミニア、イブニング、嫁金などを連載。一方麻雀プロは清水香織、石井彩、和久津明の3名。プロになったきっかけ、恋愛観、今後の希望、夢などガールストークに花が咲く。はい、それじゃあとりあえず乾杯しますか。はい、乾杯。はい、乾杯。お疲れ様。お疲れ様。まだ何もしないけど。じゃあですね、まあ、自己紹介をちょっとしてもらおうと思うんですけど、じゃあ私から連盟の13期生の清水香織です。自己紹介って苦手なんだよな。何言っていいか分かんないですけど、とりあえずプロ歴15年目で頑張ってます。はじめまして、笠井リーチと申します。近代麻雀で倍付けミニという漫画や、週刊漫画タイムスで、リーチとツモという、これは麻雀関係ないんですけど、エッセイ漫画とかを中心に、漫画描いてます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最高一線日本プロ麻雀協会所属の石彩です。プロ4年目です。ん分かんだ。大丈夫ですか。4年目です。日本プロ麻雀連盟23期生の和久津明です。初タイトルプロクイーン第9期取って、出てくることができました。まあとりあえず皆さんに、この業界、まあ、笠井さん漫画家さんじゃないですか、はい、きっかけっていうのは何ですかね。私この業界のに入ったきっかけは本当アシスタントを、はい、青年誌の先生のところで始めたのがきっかけで、はい、まあ、大体漫画家になる人は大体皆さんアシスタントから経験が多いかなと思いますね。ちょっとでも思ったのが、はい、結構漫画でご自身が描いてる自画像とイメージ違いますよね。いや違う。いや家では家とかではある感じですそんないろんな人の多分絵を描くじゃないですか、はい、重量プロとか多分描かれたと思うんですけど、はい、何をこうポイントに。私はもう、はい、漫画でパッと読者の人が見てもらった時に、はい、特に女子プロはもう皆さんいろんなとこで見られてると思うんで、はい、似てることまず似てることが結構第一になりますね、はい、似てないと結構後から似てなかったって言われたりするので。あ、本当ですか。女子プロの場合は結構気を使ってなるべく本人に似るように。やっぱりその漫画家さんっていうのは、突然その先生になる人っていうのはいないんですか。あんま多くないと思いますね。でも、マージャンってどうなんですか。お店で働くってイメージがあるんですけど最初。あでも、そのパターンも多いですよね、うん、お店で、うん、最初は麻雀打たないで入っても、うん、そのうち見てて麻雀覚えて、うん、麻雀プロになりたいと思ってなる子もいるし、うんうんうん、結構多いですよね、うん、麻雀打てる人がかっこいいって思ったりするらしい。あ、今日って結構みんなすごいファッションバラバラだよね、これね。なると思った。見事に一人も被ってない。そうですよね、うん、結構うちら女流対局とかやるときにテレビ対局だとみんな結構気にするんですよ。衣装が被りそうな人がいる。あ、めっちゃ気になります ね、 うん、ね、みんな気にしてるって。私ほら大体私被んないんですよこんなんで超ビジュアル系ですよ。で私あんまりその気にしたことないんですけど、うん、気にしてますか。私は香織さんと出るときは気にします。だからハード系こういう感じでしょ。そうそうそう、ハード系にするか、はい、ギャル系にするか、うん、まあ、今日はちょっと OL 仕様、 OL 仕様なんですけど。え OL 仕様、丸の内仕様で今日は来ました。それ？じゃあジャケット着てきたんですけど、今日丸の。あ、そうか、ジャケット着てます。そうそうそう、今日は丸の内仕様です。少しショーパンもちょっと今日はね、長めになってます。いつもに比べると、まあ、5センチぐらいな。ちょっと露出が今日ちょっと少なめに。いやいや、さんかな。露出すごいですね。露出強化ってぐらい。でも出してないとダメなんです。出してないと女はダメじゃないですか。あ、そういう理論、見られる補足みたいなね。だからこういう服着
きてると、うん、お腹って気にならないじゃないですか、うんうんうん、なんていうのかな、気にならない、ちょっと緩ってても気になる、うん、ちょっと出ても大丈夫、そうそうそうでピタッとしたそうギリギリギリのショーパンとか履いてるとお肉が乗っかるのが気になるから、あ 常に腹筋をこう引っ込めてられる、だから常にここに腹筋に一年中入れてるんですよ。だからでも、うん、すごいスタイルの、いやいやよくはないですけど、あの気にしてないとダメになっちゃうんですよ、自分が。それ痛いです、心に痛いです。そうですか、いや私が逆に痛いですよね、ちょっとしたなんかトラウマとか。いや面白い、でもこれ、うん、ね、ちょっと寒がりなんでそうなんかこんなに暑いのに、みんなすごい暑い暑い言ってるのに私一人だけ寒い寒いって思ってでも私とか香織さん羨ましいですよね、こういうの。あのね、絶対うちら似合わないのが分かってるから着ないんだけど、うん、コスプレになっちゃうよね、私が着たらコスプレ。いや私本当昔から香織さんはすごいかっこいい、うん、あら着てるよ。でも、ね、意外といけるかも。そう、うん、いやいや絶対似合わないいやいや、そうか、顔が似合わないから。いやそんなことだよね、着てみれば、うんうん、私たちがこういう綺麗な、こっちは 逆は無理だけど、それは気持ち悪い以外何物でもない、うん、そう気持ち悪いわ。ちょっといいと思うよ、ロックっぽいのも絶対なんかこう、なんかすごい憧れます。可愛く帽子ね、斜めにキャップかぶっちゃったりとかしたら、私、うん、結構漫画のあの取材とかで女子プロの方と会う機会がすごく多いんですけど、まあ、石井さんとか特に何度もお会いしてるんですけど、なんかあの彼氏に教わるっていうパターンって多いんですか？はい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 結構あると思うんですよ。私もよくそういうの聞くんですけど、故郷のメンツはちょっとどうかなこのアイアンはどうかな私麻雀、いや彼氏にとかじゃなくて、私覚えた時は大学のサークルで流行ったんですけど、まあ、それはまあ男の子たちの中で主に流行って、先輩だったり後輩だったり同級生だったりだったけど、私もその中入ったオバエルでやり始めた時、当時の彼はそんなのやらない、真面目、真面目ですけど、そんなのやろうって誘ったんですけど、なんかあんま興味ないからいいって、一人ぼっち、覚えるの大変なんですよ。逆パターンだよね。そうですよね、逆ですよね。怒られなかった？で、麻雀ちょっと自分家に行きたいんだとか、お友達と麻雀しに行っていいって言ったら、いやもうその当時の彼も知ってるサークルのもう人たちの中でやるから、うん、あ、何もやらないです、言われなかった。え、じゃあアキラはどうだった？私10歳で覚えてるんで、彼氏はいないですよね。家族麻雀的な10歳なんで、10歳さすがにいないですね、彼氏は、いないですけど、はい。あれさ、彼氏とかにするんだったら同じ業界の人がいいですか？そういう、まあ、マージャンできる人がいいかとか、そういうのは。笠井さんあれですよね、はい、同業の方とご結婚されてるんですよね、はい、同業の夫がいます、うん、どうですかその結婚生活の方は。漫画は絶対同業じゃないとっていう絶対って言えるぐらい、はい、ちょっと大変なので、やっぱちょっと仕事を手伝ってもらったりだとか、そういうの含めると、はい、同業じゃないと逆にきついっていうとこはちょっとあります。なるほど、もう助け合いで、あれですよね、よく漫画家さんが締め切り前にもくったくたになってるっていう書いてるやつとか見るんですけど、あれ本当ですか？あんな感じですね。本当なんですか？ボロボロのを着てひどい徹夜とか、まあ徹夜されると思うんですけど、普通に徹夜とか私もあるので、やっぱ分かってもらえないと、じゃあ無理ですね、絶対付き合えないと思いますね。じゃあやっぱり同業の方の方がいいっていう感じです ね、逆にね。いけますか？だってあの同業じゃない人って、同業じゃない方がいいですか？私同業じゃない方がいいですね。え、あ、そうなんですか、はい、なんか世界が一緒になっちゃうと、仲間とかも一緒になっちゃう、コミュニティ一緒、ちょっと、あ、いや私は喧嘩になっちゃうから無理ですね。なんで？麻雀？麻雀で喧嘩になっちゃう、私はもう絶対ローピーとかしてローピーなんか切ったことないしとか何切るでそんなに喧嘩になっちゃう。熱いね。譲らないし。知らない方がいいですか？知らない方がいいですか？知らない方の方が。そうですね、それは知らないは知らないでいいし、でも知らなかったら、そうやってまた 何日もやった時に、そうなんですよね、文句言われる。あやちゃんはどう？いや、私どっちかっていうと同業じゃない方がいいかな。あ、本当？同業じゃない方
か、強すぎるからじゃないの、あやちゃんが。いや、全然関係ない。やっつけちゃったらさ、彼氏気まずいじゃんね。うん、ね、ちょっとなんかね、後ろ向きになっちゃって、どうせどうせなんつっていじけちゃう。どうせ俺あやより弱いし。何そんな弱気な人。そんな彼氏と。いや、なんか全然違う世界を持ってる人がいい。あやっぱそういうお互いよく知らないけど尊敬できる世界みたいなのがある方が絶対うまくいくと思うんですよね。なるほどなるほど。なんか自分にないもの持ってて尊敬できる人みたいのが、でそれをこう教えてくれる人とかだとすごい多分好きになっちゃう。なんかかっこいいね。いいねそれ。なるほど、なるほどね。まあそんな感じで今後ね、やっぱり麻雀界でまた漫画家さんとして、はい、今後やっていきたい今後の野望、はい、夢ありますか。リアルな話をしてもいいですか。喜んでる。あの、うん、印税で生活がいつかしたい。ああもう憧れの印税生活だと。原稿料をこう、はい、数えるのが本当に嫌で、はい、もう本当ほんと嫌なんですよ。もうそんなに原稿料どういうこと。なんか1枚書いてた時に1枚でいくら1枚でいくらっていうその考え方がもう嫌で、もうそう染み付いてしまった自分のその汚いじゃないですけど、お金に汚いじゃないですけど、そういうのを考えたくなくて、まあ本当夢の印税生活ってそのまま夢の印税生活だなと思う。はい、その言葉以外に見当たらないぐらい。なるほどなるほど。野望ないっすだけど、あやちゃんはあやちゃん、私じゃあ身近なところで、はい、あの和久津さんに取られたタイトルを取り返したい。ロクエイン。そっか、ちょっと私ね、一気にこうババってパッて取ったけど、ババって放出しちゃったんで、でも私の野望も、あの私もプロクイーン取ってから全く何にも勝てないんですよ。なんか私もプロクイーン2連覇が野望なんですよ。変えて一緒、野望一緒。あでも身近なとこだけど、身近な野望だと一緒です。頑張ろう。じゃあ身近じゃない野望、将来沖縄に住みたいっていう野望っていうか、まあ願望なんで。でも麻雀できなくなっちゃうんですよ。だから雀荘をやったらいいかなみたいなのがちょこっとあるんですけど、できればその時はもう結婚してね、ダーリンと一緒に行きたいみたいなね。そうです、まあ、夢はね、たくさんね、できたらね。なるほど。いやー、私ですか。麻雀界でしたいこと、そうですね、タイトル、やっぱタイトルはいつでも欲しいですね。とりあえずなんとなくいろいろ取ったんですけど、毎年やっぱりチャレンジするたびにタイトルは欲しいし、あとはできれば40前に素敵な旦那さんが現れて、可愛い子供に恵まれて、あもうちょっと話してて悲しくなったんで、もうこの辺でちょっと。まあ飲んでください。すいません、いただきます。そっか、じゃあまあなんか楽しい話がね、ほんと続いたんですけど、そろそろなんか時間みたいなので、はい、じゃあこれ閉めます、はい、ちゃんと座ろうか、はい、じゃあ一応ね、閉めるね。皆さんすいません、こうやってダルダルしてあれしちゃいましたけど、はい、今日本当にゲストに来てくれた笠井さん、本当ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。私たち麻雀プロもまだまだ頑張りますんで、皆さん応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日はありがとうございました。近代麻雀という雑誌で、倍付けミニというのを連載しています。あと週刊漫画タイムスさんという、報文社から出ている雑誌で、リーチとツモという、エッセイ漫画を書いています。7月の、もう過ぎてしまいましたが、23日に、講談社のイブニングという雑誌から、嫁金という漫画の3巻が、最終巻なんですけども出ましたので、ぜひ、よかったら見てやってください。よろしくお願いします。